さんこんにちは、おとけのジーザスです。週刊おとけのジーザス、今週も見てくれてありがとうございます。今週はですね、ブルースギターソロ、たった3つの音プラスアルファだけで弾く、超簡単ブルースギターソロ解説っていうのをやりたいんですよ。アコギで、まあ、弾き語りでやってて、あんまりブルースギターソロをやってるバッキングだけっていう方もいらっしゃるかと思うんですけども、本当に簡単です。本当に簡単で、なおかつ3つの音プラスアルファっていうのは後でちょっとどういうことか説明しますけども、それだけで結構弾けます。僕ちょっとやってみて、あ、結構弾けるなと思いましたので、なかなか楽しいです。なんかギターソロの、ブルースギターソロなんか始まりのきっかけになればいいかなと思うので、よかったら参考になれば嬉しい限りなので、ちょっと聞いた後、どう弾いていいか分かんないんだけど、とりあえずやってみたいと思われている方がもしいらっしゃいましたら、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあ早速解説したいんですけども、その前に仏のジーザスとは何者かというのが概要欄に書いております。ブルースマンでライブ一人、いろんなところで、時にはバンドで、全国でいろんなライブ活動をやってるもんです。簡単な告知を、2024年4月の20日いよいよ九州博多で天神でライブ決まりました。ジャルアイケメさんという素晴らしいロックンローラーが誘っていただきました。誠にありがとうございます。そして大きいところで言うと、2024年7月の20日、南青山東京ですね、レッドシューズというですね、もう超有名なロックバー、まあ、素晴らしいロックバーで、オーバーワーカーズというですね、友達のバンドなんですけども、もう先輩なんですけども、そちらとツーマンライブ、私仏のジーザストリオでバンドでツーマンライブやらさせていただきます。もう素晴らしいレッドシューズって、ちょっと、まあ、もうものすごいビップな方がたくさん来てくるかと、外人の、ね、スーパースターも来るところで、私の知り合いはですね、そこでライブやってたら、なんと矢沢の A ちゃんが来たらしいですって、すごいですよね。びっくりしますよね。まあそこでちょっとライブやらさせていただきますので、よかったらぜひ概要欄の方チェックお願いします。もうその他にもいろいろライブやありますので、概要欄の方でチェックお願いします。じゃあ早速解説なんですけども、いいでシャッフルで、この間先週からやりました、ね、E の基本の3コード、 E まあセブンス、まあ E7 A7、そして B7 です。まあこんな感じです。こんなこういうところで、で A7 で、まあキーが、いいですね。 B7 でダーンと、こういうブルースソロがあって、3つの音どれを使うかっていう と、まず軸になるのが2弦の5フレットです。これが E の音なんですね。ルートの音、いわゆるキーが E のブルースのルートの音です。ここです。でもう一個、2弦の5がルート、2弦の7、これまあ2度ですね、2弦の7で、もう一個が3弦の6。なので3弦の6、2弦の5、2弦の7で、この2弦の7をプラスアルファします。チョーキング、もう自由にチョーキングはもう、あの自分の好きクォーター、まあ、これであれですね、半音チョーキング、これぐらいですね。クォーターがこれぐらいですかね。でゆっくりこれこんな感じの、ちょっと、まあ、もたらせながらのとか、まあ、そこはもう自分の感性でいいです。でこの3つの音、3弦6フレット、2弦5フレット、2弦7フレット、そして7フレット、好きな自分の感性で調整、この3つだけを使ってギターソ、ブルースのギターソロをひとマッチできちゃうんですよ。あのそれなりになります。で、まあ、簡単にちょっとやってみますこんな感じです。で、まあいわゆるメジャーですね。マイナーのロック的ニュアンスのマイナーペタって言わなくて、メジャーペンタの、あのちょっと明るい感じのするブルースのソロですね。まあ、これメジャーペンタの音なんですけども、ちょっと解説しますね。で、それぞれのコードがあるじゃないですか、コード。まあ、E があって、A があって、B があるんですけども、でこの今言った3つのうちの、それぞれキーが E の、あ、キーっていうかコードが E の時、A の時、B の時にちょっと気をつけることが、コツがあるんですね。それが分かってくるとギターソロってちょっと面白くなるんですけども、まず E の時は、
ここ2弦の5フレット、ここが、E の構成音でいうと E、 ここが E の音なのでルート、あの1度の音ですね、1度の音なので、フレーズのどっから始めてもいいんですけども、フレーズの着地の音をここに意識する、ここをちょっと意識したり、全部をここにする必要ないんですよ。でもここを意識するとまとまりがあるんです。ここにするとこんな感じで、でこの3弦の6フレットは、まあ、スライド気味とかでもブルージーですね。でここの7フレットは、2弦7フレットはあのいい感じでチョーキングして、でこれは今スライドして3弦6から2弦5に行って、ここであの一度 E の時に意識してほしい場所で、だからね、このまあこの3つの音適当にいろいろ弾きながら気持ちいいなって思ったフレーズをなんとなく作ってって、でブルージーになるんですよ。この7フレ2弦の7フレットをちょっとチョーキングさせる。このここで終わらせるのもかっこいいですね。チョーキングで終わらせるの。で、あと A に行った時っていうのは、あのこの3つの音に A の音はないんですよ。その代わり A のコードの構成音の3度と5度があるんですね。1度3度5度っていうのが構成音で、あの A の3度が全く同じです。あの2弦の5フレット。さっき E だった音ですね。これが A になっても5度なんですよ。で、ちょっと理論的な話をすると、E を弾いてる時っていうのはやっぱり一番安心感がある音はルートの音で、2番目に安心感があるのが5度の音、いわゆる、そうですね、ここですね。で、あの今回はそれ入れてないんですけど、で3番目に安心感があるのが3度の音、いわゆるコードトーンって言われるものなんですけど、1度3度5度の、で言うと今回の3つの音で言うと E を弾いてるときは一番安心感のある1度の音があって、で A を弾いてるとき、 A を弾いてるときは今の3つの音のうち5度と3度が存在するんですよ。 A の方の音、それが2弦の5フレットが A を弾いてるときの5度だから、ここが結構安心感あります。で5度の安心感よりは下がりますけども、まあ安心感ちょっとあるかなぐらいが3度。ここが6弦3フレット。これが A の3度になるんですよ。ちょっとあの F の形で、A を5フレットの時。こう弾いた時に、5弦の5フレット、あ、2弦の5フレットと3弦の6フレットを押さえてるじゃないですか。だから構成音なんですよ。なので、A を弾いてる時は、まあ E と同じく2弦の5フレット意識、あの、やっぱりちょっと意識して、そこになんとなく落ち着かせる感じで振り弾いてるとポッポッくなります。で、3回に1回、4回に1回ぐらいはこう6弦、ごめんなさい、3弦の6フレットをもう入れてみると、5度の時よりは、安定感はちょっと薄まるけど、まあでもスリリングで面白いかなという感じですね。で、また D で、こんな感じですね。で、まあ、A に行った。で、B に行った。B に行った時に、実はこの3つの音の中で、この2弦の7フレットが、これが、B の構成音のうちの5度になるんですよ。あのルートはないんですけど、5度があるので、まあ、ここが B に行った時は安定感があるのかなって感じです。なので、B に行ったら、ここを使う。2弦の7フレットを意識して弾くと、まあ、だから次 B いきます。ここで7フレットちょっとで着地しとくと、なんか B がコード感が出るじゃないですか。でターンアラウンドの時もそうで、ここの7フレットする。でもう一回まとめます。 E 行った時は、 E を弾いてる時はこの3つの音のうちの 2弦5フレットが、まあ、ちょっと安心感があります。で、A 行った時は、2弦5フレットが一番安心感があって、2番目に安心感があるのが、6弦3フレット。ごめんなさい。3弦5フレット。で、B に行った時は、2弦7フレットが一番安心感がある。この3つの中ではですよ。あえて3つにしてるんです。で、チョーキングは、そうですね。E とか A を弾いてる時に、もうブルージーになる。
ブルージー、ブルージーっぽい感じっていうイメージで使ってみると面白いと思う。ただチョーキングしないとなんかあんまりブルージーっぽくならないんですよ。それをチョーキングを入れることでちょっとブルージーになるんですよ。でもう一回やってみます。ワンで。こんな感じですね。ちょっとぽくないですか。あのたった3つの音プラスアルファだけなんですけども、なんかブルースソロ弾いてる出だしぐらいのでは弾ける感じがするじゃないですか。でなおかつなんとこれをちょっと、オクターブ同じ音なんですけど、オクターブ上、すなわち2弦の14フレットで1弦の12フレット1弦の14フレット、ここはさっきと同じ音。これも入れちゃうと、これも入れちゃう、今ひっくり返りましたね。こんな感じで、まあ、オクターブも使えると、あの同じ3つの、まあ、3つの音プラスオクターブで、あとはあのプラスアルファチョーキングを使うと、まず3つの音だけでも結構ブルースギターソロ、あのメジャーな感じで、メジャーペンタな感じで弾けるので、よかったらぜひあのここから始めて、あのいろいろ、まあここからそこからまたね足してって、セブンスの音だ、あの5度だ、ブルーノートだっていうのをいろいろやっていければ面白い。まずこの軸があると面白いんじゃないかなと思うので、よかったらぜひ参考になれば嬉しい限りです。今週も見てくれてありがとうございました。ではまた来週。